はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おっとりやギターです。いつもおっとりや動画をご覧いただきありがとうございます。本日もですね、素敵なギターのご紹介をさせていただきたいと思います。本日ご紹介させていただくのはこちら、エピフォン EJ160E、 ジョン・レノンシグネチャーモデルとなっております。はい、もうこちらですね、もうご存知だと思いますけども、ギブソンで有名な J160E のエピフォン版ということで、あの有名なですね、ジョン・レノンが使われてたモデルのシグネチャーモデルとなっております。こちら2008年製となっておりまして、あのクオリティがですね、非常に高い時期のものですので、これはお探しの方にはですね、ぜひご検討していただきたい、そんなモデルでございます。はい、では早速スペックの方からご紹介させていただきます。トップの方がこちらスプルースの単板、サイドバックの方がマホガニー、ネックの方もマホガニーで、指板ブリッジの方はローズウッドとなっております。はい、でこちらですね、こちらの方にジョン・レノンのですねサインの方が入っておりまして、この中のラベルの方もですね、シグネチャーモデルということで、しっかりジョン・レノンの名前が入っております。はい、でこちらですね、トップの方が単板になりまして、あの J160E のオリジナルというのはですね、合板でしたので、これはですね、実はかなりなってくれる、そんな仕様となっておりますので、ぜひ楽しみに聞いていただければと思います。はい、コンディションの方なんですけども、まあ、10年近く経ってる個体なんですけども、大変綺麗なコンディションでございます。はい、大きな傷だダメージですね、打痕等はございませんので、これは備品好きの方にもおすすめできるんじゃないかなと思いますね。はい、あとこちらですね、オリジナルとは違いまして、このバックのこのサンバースト、そしてこのネックのサンバーストですね、こちら大変綺麗な塗装の仕上がりとなっておりますので、非常にこちらは魅力的な一本じゃないでしょうか。はい、では早速サウンドの方をご紹介させていただきます。先ほどもですねお伝えしましたけど、トップが単板ということで、こちらかなりなってくれます。まあ、本家のですね J160E っていうのは、まあ、合板だったんですけども、まあ、正直あまり鳴らないギターでした。まあ、その鳴らないっていうのはですね、また一つの味っていうところもあるんですけども、まあ、こちらはですね、あのしっかりと生ギターとしても鳴るという仕様となっておりますので、ぜひですねこちらおすすめしたいなっていうギターでございます。早速聴いてください。ありがとうございます。いかがでしょうか。結構鳴ってくれると思いませんか。低音もですねしっかり鳴りますし、このシャリーンとした中高音、しっかりですね全体的に箱鳴りしてるなっていうのがすごく感じられます。素晴らしいサウンドだと思います。では指弾きの方もしてみたいと思います。
ありがとうございます。もうしっかりですね、アルペジオでも一音一音クリアでですね、はっきりしたサウンドで、これはオールマイティにお使いいただけるんじゃないかなと思いますね。はい、ではですね、アンプに通して弾いてみたいと思います。ありがとうございます、はい、もうアンプに通してもですね、この160らしいですねサウンドっていうのがしっかり出てくれますので、あのライブですとかスタジオとかでもですね、お使いいただけるんじゃないかなと思います。はい、もう先ほども言いましたけど、この2008年製のモデルというのは非常にクオリティが高いモデルとなっておりますので、ぜひですね、お探しだった方はこれを機会にご検討していただければと思います。こちらのですね、ギターの詳細についてはですね、欄外になります J ギターのページの方がリンクで貼ってありますので、そちらの方からご確認していただければと思います。はい、ということで本日はエピフォン EJ160E ジョン・レノンシグネチャーモデルをご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。オットレイギターでした。